Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はリットアティン追悼戦加減で挑む帝国兵ということで、明日いよいよパッチ 6.1 が実装されることになりましたが、そこでリットアティン強襲戦がなくなります。今までストーリーや討滅戦ルーレットで当たることもあったのですが、討滅戦というボス扱いなのにただただフルボッコして倒して黙人となるだけの存在になっていました。陣営隊長というよくわからないけど何かの隊長さんなので、見た目もかっこいいことからいかにもボスって感じなのと、初めての8人パーティーのコンテンツだということで、初見で相まみえた時はワクワクした人も多いはず。しかし強くなりすぎたヒカセンたちにただただ殴られる存在はいかがなものかということで、今回のパッチ 6.1 でインスタンスバトルへと切り替わります。つまりクエスト上でソロで挑むコンテンツになります。ということで、今回は討滅戦でもあるリットアティン強襲戦を追悼ということで、加減という当時のコンテンツの最低限の装備レベルに制限した加減設定、かつ帝国兵のミラプリで下克上として挑みたいと思います。加減は最低限であるということから、当時で挑める装備よりも弱い基準になっていますので、たとえアティンでもそこそこ手応えがあるはずです。ひとまず思い出のために、まずはリットアティンを背景にみんなで写真を撮りたいと思います。さあ、写真を撮っていくんですけども、まあ、敵にね、発見されないように手前ギリギリでできるだけ近寄ってみんなで写真を撮りたいと思います。この辺かな、もうちょいこの辺で、この辺で背景にして撮りましょう。ちょっと行き過ぎじゃない？おい、しまった。まあ、もうこれはね、やるしかねえなと。あー、一人やられてしまった。俺です、隊長。次々と倒されていく帝国兵の部下たち。いや、足速えな、リットアティン足速えな。死んだふりも通じない。さあ、ということでもう一回ちょっとね、写真を撮っていくんですけど、まあ、せっかくなんでね、記念写真終わった。まあ、3度目の正直というところで、まあ、これでようやくね、みんなで帝国兵の敬礼をして、写真を撮りたいと思います。さあ、加減ということで HP もね、なかなか低いです。パーティメンバーの1人、ランダムに1人にこの火炎放射みたいなのが出されます。あそこの上にいると継続ダメージが食らって大ダメージを受けます。
はい、自分が死にかけてね、結構熱い展開になってきました。なかなか熱い展開です。雑魚の攻撃もねかなり痛いです。サブタンクが取って処理しています。さあ、上にミサイルを飛ばしました。いやいや、着弾早ない。これはきつい。 AOE かなり早いぞ。きつい、これきつい。いけるか、いけるか。もう一丁ミサイル来た。おっと、やばい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 。おっと、よし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 。はい、ということで、今回はねリッドアーティン追悼戦ということで、加減で挑むとね非常に難易度も高く楽しく戦えることができました。今までお世話になりましたということでね、透明戦ルーレットとかでも当たったらラッキーっていう感じはあったんですけど、まあ、それがなくなるっていうことは、まあ、ちょっと寂しいんですけど、今後別の形でお会いできたらと思います。